はい、伊藤エンマです。伊藤エンマプロデュースの主催者でございます。まもなく11月1日から4日まで ABC ホールで、俺の新作チェス書き下ろしの演劇開始されます。これの見どころなんですけども、チェスね、みんな名前は知ってるけど、そんなに実際のリアルにゲームやる人ってあんまりいないと思う。将棋は非常に日本的なこう世界観なんでね、いわゆる敵と味方に分かれて戦うのは一緒なんだけど、相手を取って懐柔したら自分の味方にしてまた自分の戦力にできるっていうところが非常に日本の戦国武将がやってきたような感じだけど、チェスはもう死んだら終わり、だからいわゆる捨て駒の美学みたいなのがあって、一回取られた駒は絶対復活できないんだけど、ところが勝とうと思ったら一個も取られずに勝てる戦法っていうのはまずありえない。必ず戦闘が始まったら死者が出るわけです。でもその死者はもう自分が死ねばここの局面勝てるっていう思いで、あえてここ取らせるっていう戦法がチェスの醍醐味見たくて、でそれが人間に置き換えた時に、これは非常にドライな世界で、今俺たちが楽しんでるエンターテイメントには復活ありきのことがね、ロールプレイングゲームでもそうだし、ドラゴンボールでも必ずみんな生き返ったりするところが、やっぱり大事な駒が死んだら何か生き返る方法でよかったっていうところが、なぜかこの10年20年流行ってる気がするんだけど、俺らがガキの頃はね、もう滅びの美学みたいなのがあって、いやもう生き返んないんだよそれはっていうのがあって、それに関してはやっぱ俺こだわろうと思ってたので、将棋よりチェスの方がハードボイルドじゃんと思ったので、そんな世界観として、まあダークファンタジーだから洋風の世界観で白と黒の戦いを演じるんですけども、黒で生まれたやつは最後まで黒で死ぬしかない、で白で生まれたやつは白で死ぬしかないっていうのが、これかっこいいじゃんっていうので、今そんなドライな世界を構築中なので、カウントダウン TV のご覧の皆さんぜひチェス、来月11月1日から4日間、あ4日までの7ステージになります。チケットおかげさまで余りまくってます。お越しください。Thank you.